オリバー・ジョナサン・ターベーは、イギリス出身のレーシングドライバー。1987年に、イギリス・カンブリア州、ペンディスで生まれる。8歳の頃からカートに乗り始め、キャリアをスタートさせた。1999年には、イギリスカデットチャンピオンシップで、総合5位となる。その成績が評価され、イギリスナショナルチームのメンバーに、加わり、同年の、 インターナショナルチャンピオンシップで勝利を収めた。翌年の2000年は、ジュニアヤマハナショナルチャンピオンシップでタイトルを獲得する。その後、ジュニア KTM チャンピオンシップを経て、2002年には、ジュニアロータックスクラスの選手権で年間チャンピオンに輝いた。ターベイは2003年のイギリスフォーミュラルのウィンターシリーズでシングルシーターデビューを果たした。 この年は、ジップフォーミュラにも出場して、ルーキードライバーの中では最高順位となる総合4位の高成績で終える。2004年は、フォーミュラ BMW UK に参戦する。初参戦ながらも一勝を挙げ、総合7位となる。シーズン終了後は、アジアン F3 チャンピオンシップにエントリーし2度ほど、レースに出走している。翌年も、 チーム SWR からフォーミュラビー MWUK に参戦。シーズンを通じて優勝こそなかったものの6回の表彰台を獲得する。総合順位は前年より一つ下がって8位となった。3年目の2006年も引き続き同シリーズに参戦し、チームロックタイトに移籍する。 第7戦から出走を開始した。出場したすべてのレースでポイントを獲得し、第17戦から3戦連続の優勝を果たすなど、随所に速さを見せた。最終的に優勝5回、表彰台圏内10回、ポールポジション7回という昨年を大きく上回る成績を残し、総合2位でシーズンを終えた。大会終了後に、バレンシアで行われた、 フォーミュラ BMW ワールドファイナルでは、イギリス勢の最高順位となる6位でフィニッシュする活躍を見せる。この年のマクラーレンオートスポーツ BRDC ヤングドライバーオブザイヤーアワードにおいて、ターベイは年間アワードを受賞している。2007年は当初、イギリス F3 選手権に参戦予定だったが、新たにヨーロッパ大陸でのレースを中心にして活動することになった。 レンザーモータースポーツから、ユーロカップフォーミュラルノー2.0と、イタリアフォーミュラルノー2.0の、両シリーズに1年間参戦し腕を磨いた。2008年はイギリスに戻り、イギリス F3 選手権へ正式に参戦を開始する。カーリンモータースポーツから出走し、4度の優勝を、果たす走りを見せチームメイトのハイメ・アルグエルス・アリに次ぐ、総合2位に食い込んだ。2009年、 ターベイは、フォーミュラルの3.5シリーズへの参戦を開始する。昨年に引き続きカーリンモータースポーツから出走し、チームメイトも前年の領有ハイメ・アルグエルスリとなった。第3戦モナコラウンドでは、初のポールポジションを獲得し、決勝レースでも、首位を譲らず堂々の初優勝を飾った。ルーキードライバーの中でも最高順位となる総合4位で、 シーズンを締めくくった。年末からは2009年から2010年の GP にアジアシリーズに参戦している。2010年5月からは GP2 の本戦へエントリーする。GP2 アジアシリーズから引き続いてアイスポーツインターナショナルから出走しシーズンを戦った。11月16日には マクラーレンからアブダビで行われた F1 の若手、ドライバーテストに参加する。レッドブルから出走していたダニエル・リチャルドに次いで1.1秒差の2番手となるタイムを残した。2011年2月、オーシャンレーシングテクノロジーから再び GP にアジアシリーズに参戦する。前線で完走するもののポイント獲得はできなかった。 2010年をもって、レーシングステップ財団の支援が終了したため、資金面において厳しい状態となる。その影響もあり、アジアシリーズ終了後の本戦ではわずかにレースのみの出走となってしまった。その後、GP2 シリーズを離れたアベイは、ブランパン対級シリーズへ新たに活動の場を移した。マクラーレン GT から出走し、 マクラーレン MP4 から 12CGT3 のステアリングを握った。チームメイトはアンドリュー・カーカルディ、アルバロ・パレンテ、ダニー・ワッツの夫人となった。GT3 プロ部門のカテゴリーで参戦した。2012年はシーズンの大半を F1 チームであるマクラーレンからテストドライバーとして活動した。 2013年はヨーロピアンルマンシリーズとルーマン24時間レースに参戦した。両レースともにホタスポーツからの出走となった。登場者はザイテック Z11SN。チームメイトはサイモン・ドゥーランとルーカス・ルーア。ヨーロピアンルマンシリーズでは悪天候となった開幕戦の予選でポールポジションを獲得すると続く決勝レースでも 首位を死守したままポール2ウィンを決める走りを見せる。シーズンで71ポイントを稼ぎ出し、LMP2 クラスの総合3位という好成績を上げた。ルマン24時間レースでは、LMP2 クラスの3番手スタートから始まったが、その後順位を落とし、クラス7位で終えた。翌年も再び、ホタスポーツからルマン24時間レースに挑んだ。 チームメイトは昨年に同じサイモン・ドゥーランと新たに加わったハリー・ティンクネル。予選はティリエ・バイ・ティー・ディアールレーシングに次ぐクラス2番手となった。迎えた決勝レースでは見事な走りでトップを抜き去りそのまま LMP2 クラスのトップチェッカーを受けた自身、そしてチームにとってもルマン24時間レース初制覇となった。 5月末に開催されたフォーミュラ E の第10戦最終戦ロンドン大会にてネクスト e v t c r から出走することとなった。両レースともに9位でフィニッシュしデビュー戦初入賞を果たした。また、このレースではエースドライバーのネルソン・ピケ・ジュニアがセバスチャン・ブエミ、ルーカス・ディクラッシュと年間チャンピオンを争っていたが、 ブエミがファステストラップを出してチャンピオン獲得と思われたところ、ターベイが終盤にファステストラップを叩き出してタイムを更新、ブエミの2ポイント獲得を阻止した。さらにはピケジュニア、エジュニを譲るなど大活躍を見せ、結果ピケジュニアのチャンピオン獲得を見事援護したことが話題となった。2015年は、 連覇を目指し3年連続でホタスポーツからルマン24時間レースへ出場した。サンドタックを組むサイモン・ドゥーランとニュージーランド出身のミッチ・エヴァンスがチームメイトとなる。登場者を昨年までドライブしたザイテック Z11SN から新たに俺かレーゴへチェンジした。予選では LMP にクラスの4番手タイムをマークした。迎えた決勝では周回数を重ねながら 徐々に順位を上げ2位まで上り詰めた。しかし、首位を捉えるまでには至らずそのままチェッカーを受けた。LMP にクラス連覇はならなかったが、内容のあるレースだった。ルマンでの活動以外では、日本のスーパー GT へ参戦し、ドラゴモデューロホンダレーシングから出走した。第5戦以外全てのレースでポイントを獲得したが、総合順位では、 GT500 クラスの13位だった。10月からは、前年の活躍もあってか引き続き、ネクスト e v からフォーミュラ E への参戦が決定した。チームメイトも継続して、前年度チャンピオンのピケジュニア。この年は3度の入賞に止まったが、年間ランキングは14位となりこの年不調だった15位のピケジュニアを上回った。 2016から17シーズンも同体制でフォーミュラ E に参戦している。イギリスフォーミュラ参戦試験、フォーミュラルの3.5シリーズ GP にシリーズ GP にアジアシリーズフォーミュラ E。ありがとうございます。